単純に来てみたいと思ったしました。単純にすごいモロッコ行きたいって思ったのがまず一つと、自分を超えたいな、変わりたいなって、自信をつけたいなって思いました。だからです。なんとなく自分自身のことを考えようかなと思った時だったので、もうジャストグッドタイミングでした。私は自分が料理を、するんですけれども、いろんな国の料理、もともと食べることが好き で、うん、でこう同じものだけではなくて、いろんな国のどういうものを食べてるのかなとか、そういうことがすごい興味があって、でモロッコもすごく食べ物も、あとそこで出てくるタジン鍋とか、モロッコガラスとか、そういうものにもすごく興味があって、やっぱそのモロッコに行けるっていうことで、もう本場のやっぱモロッコ料理が食べたいっていうのが、一番にはそれが来るかなって思ってます。行くって決めたら絶対行けるからって言われて、あ、分かりましたって言って申し込んだのがきっかけ。思ったのはすごく暑い。大自然の偉大さというか、それをたくさん感じました。自然の大切さを大事にしながら、そうやって豊かになれるっていう、ちゃんと先に行ってる人たちが伝えられればいいなって思いました。今まで割とこう流れに身を任せてきていたところを、もうちょっとぐっと自分に人生をこう近づけて考えたいなと強く思いました。自分の自信のなさとか、その自分を認められないその理由とかがちっちゃいなっていうのをすごく感じて、なんだろう、大きな砂漠とかで思い切りバギーに乗って行ってみたりとか、満天の星空見たりとか見たら、ほんとちっぽけ、なんでそんなことで悩んでたって思っちゃった、気づきがいっぱいあったです、はい、現地の人のたくましさとか、そこで働くこちらのモロッコの人たちのエネルギーの高さがもうなんか圧倒されてしまって、日本でちょっとのことでブーブー文句を言う私がすごくちっぽけに感じてしまって、本当にもうここの人たちそういうこと関係なく一生懸命働いてるし、いつもそのスマイルを絶やさないっていうか、嫌な顔もしないし、自分を外からやっぱり客観視できて、それはすごく強く感じました。砂漠ですかね。そこに自分がいるっていうのがなんか信じられなくって、でなんかラクダにも乗って、ありすぎて答えられないけど、なんだろう、砂漠、砂漠でキャンプしたこと、バギー乗ってわーって発狂したことかな、はい、もう満天の星空を砂漠で見れたことです。星空、本当にそれがちっぽけなことでも笑顔になるんだなっていう、仲間と一緒に体験できたっていうのがすごく良かったなと思って、一番って結構決められないんですけど、思いついたことを言うと、メルズーガの市場で、男の子が要は多分ディルハムちょうだいって言って、なんか誰かが1ディルハムを渡したそうなんですけど、最初にそしたらずっと本当にずっとついてきて、何回もマダンマダンとかって言われたらし、もうなんか本当にそのうちいなくなるだろうなと思ったら、途中ランチとかも挟んだんですけど、ランチ終わって出てきたら普通になんかシャーって来て自転車乗ってで嘘待ってたのって、でその後もう本当にずっと最後まで結局いて、そのガッツというか
その出来事がちょっとびっくりしたのと、あとシャウエンの街で、なんかおばさんがヘイヘイって声かけてきて、なんか民族衣装みたいなの巻きつけてきて、勝手にすごい勝手にどんどん巻きつけてきて、でもう一人いた子にも巻きつけて、で写真撮りなよみたいな感じで、でさあもう他の人にも派生していって、でこういうことしたらちょっとでも払わなきゃいけないっていうことを聞いたから、じゃあ私5ディルハムその時小銭で持ってるからそれ渡せばいいかなと思って、最後に5を渡そうとしたんですけど、やっぱ3でいいかなと思ってちょっと3にしたんですよね。別に言われてないんで5とか何も。そしたらうん5、5、5って言われて、あっって渡したら、しばらくしたら怒りながら声かけてきて、要はあんたら一人ずつ全員5ディルハム渡しなさいみたいなこと言ってるから怖っとでもすごい自分で勝手にやってきたのにとか思いつつ、でもなんかうまいのか分からないけどすごいなって思いました。そういう感じ、もうキリがないんで。これから先どんな成果を出したいですかって言われた時に、素直に私はこんな成果を出したいですってやっぱり今回は言って終わりたいので、うん、できなかったらどうしようとかそういうのはちょっと抜きにして、素直に私はこんな成果を出したいってちょっと言い合ってほしいと思います。あ、そう、願い事ノートにも書いたことなんですけど、自分のかけがえのない仕事みたいな、なんか気づき上げたいなって思いました、うん、すごく。歌うように表現していく、やっぱり今までこうしなきゃいけないって、その技術とか失敗しないようにって制限をかけてたんですけど、もう心の中からっていうか、もう溢れ出るもの、それこそ宇宙からも借りて、ただのもう空っぽな、何ですか、よりしろとして、もうなんか気ままに動物的に行って、もう豊かに楽しく生活したいと思います。うん、大事に、はい、まあ、今を大事に生きていくっていうことを丁寧にやっていきたい。うん、自分自身を生きようと思います。うん。さらに、うん、人も大事にしたいし、周りも、うん、周りも含めて自分かなと思いつつ、自分も生きたいと思います。豊かさを感じることができる自分